はい、新年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。ということで、はい、収録を始めました。で、まあ、どこ行くかっていうと、まあ、実家帰りますので、そのための、まあ、そのついでって言い方が正しいですかね。はい、ドライブを撮りながら、あら、ハンドルですね。ちょっとハンドルを押します。今年は寒いですね。はい、すいません、実家を出て、実家じゃねえや、住んでるとこ出て実家帰ります。はい、新年明けて約何時間だ今、20時頃ですか、経ちましたけど、皆さんいかがですかね。まあ2020年、はい、いろいろありました。僕もいろいろありました。はい、明けたね、2021年今年、皆さんなんか目標立てましたかね。僕実はまだ何にも考えてないです、今年は。まあ本当はいろいろね考えて動くのはしたいなと思って、とはちょっと目標決めるのが正しいんでしょうけど、今年は本当にまだ何も決めてないです。なので、まあ今年早い段階でとりあえず
いいんでしょうけど、なかなかねそうはいかないので、なるべく引っ越し頻度を上げるっていう方向に行きたいですね。で目標は週2です。で週2で上げつつ、うまくなんだろうな、ネタを探しつつ、動画を上げていきたいなと思ってます。でまあなんで週2かっていうと、逆に言うと週3休めるからっていうのもありますので、週3休みつつ週2で動画をちょっとずつ上げていくっていう感じですかね。要は僕まあちょっとね、この前の動画でも少し話しましたけど、動画を実は上げ、動画じゃねえや、ガソリンスタンドで実はちょっと週末だけ働いてるんですよね。だからそれで、うまくやると週2のルーティン組めるんで、行きと帰りのね、例えば15分とかの動画で、1本ずつとか上げれば、いい具合に動画が作れるんで、その方向にして、はい、ければぴったりかなと思ってるんで、週2っていう、ルーティーンを組もうと思ってます。で、32ギガなんですよね、これ実はメモリが。だからその32ギガをちょっと256ぐらいまで早く上げたいんですよ。256にすればね、もうちょっと回転率上がるんで、それでまあ動画をねうまく撮れるようになれれば楽ちんだなとちょっと思ってるんで、早く本当はサムソンの SD マイクロ SD 買おうとしてるんですけど、なかなか手が出ないですね。ちょっと新たな家の住人が来たので、その住人とともにねちょっと動画を作りたいので、まあ住人といってもね、人ではないです。僕のツイッターを見ると分かるんですけど、新たな住人、今日家出てくる前完全に鏡餅みたいにね、だるまみたいにぐるんって丸まってましたけど、はい、ハムスターですね。5年ぶり4年ぶりぐらいにハムスター買うんで、まあそのね、彼らって言い方は変だけど、彼と共にちょっと動画を作れればいいなと思ってます。まあ買おうとしたきっかけはまた別にしてあほうがいいのかな。はい、なのでまずはそうですね、彼がこの家に、まあ僕が住んでる家にね、ちょっとまず馴染んでもらうところからことはスタートなんで、1週間ぐらいはちょっと何もできないですけどね。あとこのあと1週間経った時に、はい、出費もかさんでしまうので、早めにねやってあげたいのは確かなんですけど、そ
そこはね、こっち側が人間サイドがちょっとぐっと我慢して、彼らの生活リズムに人間様が、人間様のというか人間が合わせてあげるっていう方向にしてあげた方が、正直彼らとは付き合いやすいかなと思ってます。で、彼ら夜行性なんで、基本人間が起きてる間はずっと彼ら寝てます、正直。で、その寝てる間にやれることを全部やってあげて、整理をしたりとか掃除したりとかいうことをしてあげた方が彼らにとっては気楽かなと。構成の彼らにどれだけ合わせられるかっていうところが多分ミソだなと思います。はい、なのでハムスターはもう実際撮影でき始めるのは多分今年の2月1月終わりとかまで多分ないんじゃないですかね、きっと。それを、なんだろうな、セブンスリーとか、GoPro とかで撮れるようになったら、ちょっとずつ動画を編集して、YouTube に上げたりとか、ですかね。で、FC に関してはもう、本当にまた現状維持の生活に戻ります。一応 8.0 っていう圧縮比を去年の年末見たので、それを元ネタにっていうか維持できるようにね、はい、しながら CPU を作ってる方々がね、一生懸命リンクセブンデーっていう地道な作業をずっとしてきた結果、こういう風にね、マツダっていう大きな大山をね動かして設計してくれてるんで、その流れは僕らはね応援する。じゃあどうやって応援するかっつったら、やっぱりその車に乗ってあげるっていうね、活動が多分僕らにとって一番できるはずなんですよ。で、それをね、しっかりやってあげるっていうのが僕らが最大限マスターにできる貢献だと思います。なので今年の1年でまたやっと9万9000キロまで、やっとって言い方は変だけど、9万9000キロまでこの車を維持してきて、やっぱりまだね、ある程度綺麗な状態保てているので、ね、そんだけいい状態保ててるんだから、もっとしっかり作ってねって言われるので、それはその期待に応えられるように僕も努力をしたいし、彼らの、ね、努力次第で、僕らの努力次第で彼らのやってきたことを継承できるかどうかっていうところが決まってきちゃうので、それが頑張り、僕らが頑張らないといけないところ、ロータリーオーナーとして僕自身ができることを直直に一個一個やれるように頑張らないといけないなとは思ってます。
局うだうだって言い方は変だけど、ね、結局打てずにずっと僕ら我慢し続けて、で GoTo トラベルやってまた結局増えて、でね結局最終的に東京は1300人を超えっていう形で年末を迎えたんで、なかなかね、僕らの思い描いた未来っていうのは多分2020年初頭に描いた僕らが描いた未来っていうのは4割5割ほとんど達成できなかったと思うんですよ、正直。だけど、じゃあ今年それがじゃあ達成できますかっていう、保証は多分ないです。僕も多分それはできますっては言えないです、正直。だけどそれに向かっていく多分しなきゃいけないですよ。自分で物事を整理して目標を立てて、その目標に対して自分がこういうアプローチでこういう風なことをしたい、こういう風な、ことをやりたい、目標を達成したい、いろんな人に影響を与えてみたいとかね、っていうことを目標、大きな目標自体は多分立てられるはずなので、それは僕らが誰かに調整されてやるわけじゃなくて、僕ら自身が、目標を掲げてやるものなので、そこはみんな自分たちでやれるようになりましょうっていう。私の僕の目標はもう本当にさっきも言ったけど、週にね動画をちょっとずつ上げる。仮にねそれが5分単位でもいいのかなと思ってます。5分の動画を例えば週2回とかね、0はなくすっていう方向性に多分倒した方がいいと思うんですよ。多分ね0引き続けるのは実を言うと簡単で、何もやらなければいいんですよね。何もやらなければゼロなので。だけど1引くって結構大変で、何かをやらないと1にはならないので、なるべく頑張ってみんなで1を引くようにしましょうっていうのが僕からみんなにできる提言かなと。まずは僕も1個って書いてるんだけど、動画を毎日週2回コツコツ上げるっていうことと、まあ仮にね彼らの生活をねちょっと維持できるように僕も頑張るっていうこと。身につけられるように頑張るっていうことをしたいですね。多分聞いて皆さん聞いてて思うと思うんですけど、多分ね若干日本語おかしいんですよ。違和感を感じると思うんですよね。なんか整然と話されてるように話してるように見えるけど、なんか語尾がちょっとおかしかったりとか、なんかそこ変じゃねっていうところがたくさんあったりとか、結構たくさんあると思うんですよね、至るところに。だそういうところをコツコツ直したいなっていうのは正直あります。だそれが実を言うとどこにつながるかっていうと、英語を話すときにその整理って実を言うと、非常に大事な結果になります。なんでかっていうと、英語って難しいって、まあ、僕も昔思ってましたけど、
違ったりとかしてるんですよね。ちょっと言うと英語はそんなことなくて、その場のところで同じ単語を使うと言葉が変わる、意味が変わるっていうことの方が実は多いんですよ。で、よくある思い違いというか大きな勘違いをさせやすいのはやっぱり名詞の扱いで、一番僕がね、みんなに英語を例えば教えてくれっていう人がたまに僕のところに個別に来るんですけど、個別でいろんな人に教えてるので、話をしに来た時にみんなに伝えるのが、例えば一番分かりやすいのが雨っていう言葉ですよね。日本語って、雨って書くとドロップ、佐久間式ドロップのドロップ、あの雨になるんですよね。でちょっとニュアンスを変えると雨になって、雨は普通に上から降ってくる天気の雨ですよねっていうように、あと、まあ、大きく分けるとこの2つ、同じ雨っていう2文字でもアクセントの抑揚によって、言葉の意味が変わってきますと。じゃあ片や英語はどうなのかっていうと、雨はレインなんですよね。で、ドロップの雨は、ドロップの雨って変だね。雨舐める雨はドロップなんですよ。だからもう全然言葉が違うんですよね。で、その言葉が違う結果、いろんな言葉を覚えなきゃいけないっていう複雑さを招いてるんですよね。そうじゃなくて、もっともっとなんか身近に言葉を感じていいはずで、英語っていう、例えばね、 Today is rain とか、一番簡単なのは簡単な言葉で並べたらそういう今日は雨ですっていうね。本当は多分ね、もうちょっと言い方言い回しあると思うんですけど、別に そこをあんまり気にしなくても向こうの人は分かってくれるので、もしそこでね違うっていう話になったら、向こうの人に素直に教えを請えばいいわけで、やっぱり日本人の気質なんだろうけど、間違えることを恐れるっていう、僕もそうですけど、間違いを恐れて結局前に進めないみたいな話になっちゃうんですよ。僕もそれはなるべく気をつけるようにしているので、特にね、本当にそれを痛感したのは2年前にちょっと上海に行った時に本当に痛感しました。実は言うと上海行った時は全部英語で通しました。まあ、こんな拙い英語ですけど、何をしたいかだけを伝えるように実は意識して、向こうで生活、1週間かな、生活してました。例えば銀行行って両替したい時、日本円から中国元に変えたい時はマネーエクスチェンジって言うと向こうの人は分かってくれるので、いや何から変えるんないって言ったら円って言えば向こうの人は分かってくれる、円から変えるんだね、じゃあいくら変えるんだいっつったら、10,000ドルかな、例えば1万円だったら10,000ドルっていうふうに言ってあげれば、あ、1万円変えるんだ、じゃあ1万円ちょうだいって向こう言ってくれるんで、
その例えば語尾とか、あと使い方がおかしくてね、バラエティ番組とかでネタになってたりとかしましたけど、多分ね、僕らが海外行ったらあんな感じな英語のなになるはずなんですよ、ぶっちゃけて。で、ね、僕らあれを見て笑ってますけど、多分向こうの人からしてみたら僕らの英語力なんてきっとあんなもんだと僕は思ってるんで、ちょっと変だなとは思うけど、僕はなるべく笑わない方向に行こうとしてます。本当になんでかっていうと、逆の立場になったら多分ああいうことになるんだろうな。で、それのね、最たる例っていうか最たるものが一個あって、もう多分ね、動画 YouTube に残ってるかどうか分かんないんですけど、クリスティーナ・ロナウドが、海外のタッカーのイベントに行った時に、たしなめる記者の人たちをたしなめる動画があるんですよね。なんだっけな、子供がロナウドに対して一生懸命文章を読んでる動画で、で最後記者が笑うんだけど、ロナウド自身がなんでそんなことでそこで笑うんだみたいな、なんでお前ら、ね、そういう子供たちが一生懸命物事伝えようとしてるのになんで貴様ら笑うんだみたいな、昔、今でも多分 YouTube 残ってると思うんですけど、ああいう動画を見てもやっぱり僕ら日本人って失敗をどうしても許容できない文化とかっていうのがどうしてもあるんで、それをねちょっとずつでもいいからなくしていく環境というか、なくしていける状況ができれば、多分またね、いろんなことに発展できる、いろんなことが発展できる環境というか世の中になっていくんじゃないのかなと思うんですよ。やっぱり僕も社会人として働いてるからよく思うのは、本当に失敗が許容されない世の中になってきちゃってるわけですよ、今って。今ね、それこそ一番最たる例はイーロン・マスクが立ち上げたスペース X ですよね。あの会社がやってきた功績をちょっとお時間ある時でいいので見てみてほしいんですけど、もう失敗の嵐なんですよ、あの人がやってきたことって。この前もスペースドラゴンでしたっけ、普通にロケット打ち上げて、ね、打ち上がったはいいけど帰ってくる時の何かが失敗行為で大爆発を起こしましたけど、ああいう形の、エラー、トライアンドエラーをもう僕らが見てないところで数知れずやってるわけですよ。見てるとやっぱり成功するまでやるトライアンドエラーっていうのは絶対必要で、そのトライアンドエラーがどれだけできるかっていうところが問題になっちゃうんですよ。でも確かに一発で成功すればそれはいいですよ、間違いなく。それはもう一発で当たりを引いたっていう経験から来るものだったりするんですけど、なかなかやっぱり天才じゃない限りは失敗はするので、逆に言うと僕らがね天才、みんながどう思ってるか知らないけど、イーロン・マスクでさえあんだけ失敗をするので、やっぱそれは僕らもみんなあんだけの偉い人っていうか天才も失敗をするんだっていうことを見ながらね、僕らも仕事とか物事とかを見ていかなきゃいけないなとはちょっと思います、なんでね、まずどんな人に伝わってるかは分かんないですよ。誰がこの動画を見てくれてるかちょっと分かんないですけど、
年お年を召された方でも、例えばそれ、まあ、動画をね、例えば小学生の人たちが見てくれているのか、例えば40歳の人が見てくれているのかちょっと分かんないですけど、どんな年齢の人であれ、僕はちょっとなんだろうな、挑戦っていうことをやめないでほしいと思ってるんで、もしね本当にこの動画を、動画というかこのドライブ動画を見てね、僕もじゃあ何かやってみようとか、こういうことをやりたいんだとかあるんだったら、ぜひそれを糧に、動いてみてほしいですよね。で多分、受注拍手いっぱいします。はい、僕もそうなんで、何かやった時に絶対何らかしらの形で失敗するんで、その失敗を失敗の多くを体験してほしいんですよね。で、間違いなくものすごい勢いでへこむはずです。おお無理って言いながらへこむんですよ、本当にもうダメだって限界までやってると思うんですけど、そのもうダメだのダメだって思い込みつつも、なんとかしてやろうっていう思いが、あれば絶対それは解決できる問題なので、そこはみんな頑張ってほしいなって思います。なんで本当に失敗を、言い方は変だけど失敗をしてほしいなって正直思います。なんでそう思うか、まあ、さらにですね、もうちょっと言うと、実際のここまあね、ドライブが実家帰ってるんですけど、実家帰る前にちょっとうちの姉貴がいるんですけど、姉貴の NPC 相談乗ってたんですよね。でその時に姉貴と話してたのは、じゃあなんでそれができるようになったのって言われた時に、初め僕もよく分かってなかったんですよ、なんでできるようになったのか。なんか知らないうちに、なんかいろいろ調べて、できるようになったので、なんでできるようになったのって言われると正直わかんないです。だけど気がついたらできるようになったし、好きだから調べ続けたし、好きだからね、それこそいろいろトライアンドエラーを繰り返したし、あでもねこうでもないっていうことをやり続けたんで、でもその分かんない間はものすごく苦しいんですよ。もう嫌だって言いながら、うーんって言いながらね、それこそストレス発散のためにね、いろんなものを殴り散らしたりとかしてましたよ。やっぱりボコボコにしたりとかねしちゃいましたけど、やっぱりそれを乗り越えて、やった結果がね、他の人が成し得なかったなるんで、そのやったっていう経験をやっぱり今の若い人たちっていう言い方が正しいのかなにも、体験してほしいなって正直思います。多分ね、今からでも遅くないんですよ、やること自体は。なのでその成功体験をね、どういった形でいられるかっていうところは、ちょっと本当にみんな頑張ってほしいなって思いますね。あと正直言うとあれかな、あればっかりですけど、もう年をもしそれが制度ができるんだったら、僕はその免許のためにちょっと奔放しようと思います。
近実家ついちゃうんであれですけど、もともとドローンを飛ばしてたので、過去の去年とか夏ぐらいのところに山中湖でドローン飛ばしてる映画あったりしますけど、あれが本当に制度化されて、免許を持ってる人しか飛ばせないよっていう話になったら、間違いなくその、ね、免許を持ってるっていうこと自体が多分軽微な存在になるはずなん でかつ僕は、ね、ネットワークの勉強もできるので勉強してきたので、そこの、ね、ミックスってそんなにいないはずなんですよ。だそれができるようになると多分業界の中では唯一無二の存在になれるかなに近い存在になれるかなと思ってるんで、それをできるようにちょっと勉強というかしたいなと実は思ってます。だから実を言うと早く制度化されねえかなって僕は実を言うと待ってます。あれ制度化されたら綺麗ですね。多分 GoPro で映ってるあの上のとこにある、まあ、多分 GoPro だと多分白い点にしかなってないと思うけど、白い点は満月です。はい、しかし本当寒いですね。エアコンなしでここまで走ってきましたけど、よいしょ。実家で過ごしたことがないんですよね、正直。ちょっと話は変わりますけど、だいたいね、年越しは成績の家で
過ごして、まあ、もし高畑行った上で、高田本村でいつも初詣してたんですよ。でその後で失礼します。